はい、ジャバキですよ。よいしょ。ということで、今回なんですけども、緊急でね、動画を回してるんですけども、先ほど10月6日にですね、株式会社ジュビロ代表取締役社長、浜浦社長から、ジュビロ磐田を応援してくださる皆様へと、コメントが出されましたので、ね、一旦そちらを読ませていって、そのね、文章の感想だったりっていうのをね、この動画で話そうかなというふうに思っております。まずはちょっと、読ませさせていただきます。ジュビロ磐田を応援してくださる皆様へ、日頃よりジュビロ磐田への温かいご支援とご声援を遠張り心より感謝申し上げます。現在高額圏内から抜け出せていない厳しい状況になります。本日の試合結果を含め、まあ、これ広島戦ですね、1対2の敗戦の試合を含め、皆様のご期待に応えることができず多大なるご心配をおかけしていることをクラブを代表して深く お詫び申し上げます。残り6試合、1試合も落とせない状況ですが、横内昭信監督の指揮のもと、クラブの誇りを胸に、クラブ一丸となって最後の1秒まで戦い抜き、必ず J1 残留をつかみ取ります。皆様の応援こそが、選手たちに立ち向かう力を与え、苦しい局面でも勇気をもたらしてくれます。どうか共に戦い、選手たちに力を与えてください。ジュビロ磐田は最後まで諦めず、皆様と共に歩み続けます。株式会社ジュビロ代表取締役社長、浜浦、コメントをいただきました。まあこれを、まあ読んで、まあ率直に思ったことなんですけど、まあ普通に、まあ、正直当たり前だし、まあ、J1 残留っていうのはね、まあもう選手たち監督だけじゃなくて、まあ俺自身もそうだし、まあサポーターね、みんなが思ってることであると思うんですけど、やっぱジュビロ磐田ってクラブはね、非常に歴史があるし、昔がねめっちゃ強かったら、もうね、もう僕自身めちゃめちゃ知ってるんで、まあ、そういったジュビロね、復活していきたいですし、まだまだ何があるかわからないんでね、まあ、諦めたら本当そこで試合終了なので、選手たちだけじゃなくて、僕たちサポーターもね、絶対諦めてないと思います。確実に。うん。諦めてない人たちはもう、で、ほとんどなので、絶対に最後まで諦めず、最後の笛が鳴る1秒まで、全力で戦い続けて、サポーターと共にね、戦い続けて帰る瞬間をね、本当に迎えてほしいなというふうに思っております。まあ、で、この文章の中にもある通り、横内昭信監督の指揮の戻となっておるので、やっぱり残り6試合、最後まで、横内ジュビロで、戦うしかないので、残り6試合、全力で戦って、本当に勝利をつかみ取るしかないです。本当、まあ、俺が思ったことはそんぐらいですかね。本当にもう、この文章に書いてるから当然だし、やっぱり、うん、厳しい状況には変わりはないですけど、うん、全然まだ決まったわけじゃないです。全然誰もね、未来なんて予測できないので、残り6試合、何が起こるか分かりません。残りね、マリノスだったり、神戸だったり、ガンバだったり、やっぱ強い相手続きます。トスっていうね、残留のお互い、目指してる同士の戦いとかもありますけど、まあね、もう本当に気持ちの勝負でもありますし、もう勝つしかないので、残り6試合。本当に1試合も落とせないし、1分も落とせないし、1秒も落とせない試合が続くと思うんで、うん、選手だったり監督だけで戦うんじゃなくて、スタッフだったり、ベンチ側の選手、サポーターだったり、ファンだったり、まあ、家で見てる人だったりね、アウェーで行く人だったり、やっぱ遠方で見てる人だったり、本当にもういろんな人の戦いだとやっぱ勝てないので、絶対諦めず、最後まで全力で応援して、残留がね、見れたらね、非常に嬉しいかなというふうに思ってます。やっぱ残留がゴールじゃなくて、やっぱその先のやっぱ J1 優勝だったり、まあまあ結構先になると思いますけど、優勝だったり、やっぱ ACL だったり、アジアで戦えるクラブを目指していかなければなると思うんで、このクラブはね、やっぱりジュビロっていうクラブは、本当に。ここ最近はね、ちょっとやっぱエレベータークラブって言われてね、なかなか、うまくいかないシーズンばっかりですけど、今年こそ必ず残留して、来シーズンから本気出して、上位進出に向けて頑張ってほしいかなと思ってます。まあ、とりあえず、残り6試合、まあね、直近である今週のセレッソ戦、絶対勝ってね、渡辺亮選手出れないかもしれないんですけど、気持ちは一つなのでね、全員が残留しよう、勝利しようっていう気持ちはね、絶対誰もが思ってることです。なので、それを絶対諦めずね、僕はサポーターもね、声からして応援していればいいかなというふうに思ってます。やっぱアウェイとかね、僕ちょっといけないんですけども、家からでも全力で応援します。やっぱそういうのもね、絶対力にはなると思うんで、確実に、応援して、ジュビロ磐田の残留に向けて頑張りましょう。本当に頑張るしかないですね、本当に。もう選手だけじゃなくて、俺たちも頑張る番です、本当に。僕たちサポーターがね、ちょっと諦めてしまったら、もう本当に意味がないので、最後まで諦めず、頑張って応援し続けるしかないです、本当にね。共に戦って、選手たちに力を与えて、最後まで諦めず、共に歩み続けていければいいかなと思ってます。本当にこの社長の言う通りだと思います。もう絶対、能力者、誰も諦めてないです。選手たちもね、スタッフも監督も、僕たちサポーターファンも、誰も諦めてないと思うので、残り6試合、本当に全力でもう頑張って、もうね、応援してやるしかないので、選手たちを信じて、僕たちもね、戦い続け、一緒に共に戦いつけるんでね、頑張ってほしいです。本当に横内監督もよろしくお願いします。それではね、まあ、ちょっと今回、緊急で動画を回したんですけども、社長の声明文をね、今回読ませてもらったんですけど、本当に、頑張ってほしい。
残留してほしいっていう思いしかないです。もう地元のクラブなんでね、絶対残留してほしいですね。ということで、少しでも面白かったらチャンネル登録、よろしくコメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということでね、マジビロやったらコメントあったり、残留しろとかね、あのマジ頑張れとかっていうコメント、ぜひコメント欄にねどんどん書きまくってください。もうね、書きまくってくれれば残留してくれると思うんで、コメント欄でね、あのいろいろ意見だったりあればどんどん回答してなっていうふうに思ってます。本当に皆さんチームジュビロで絶対に残留して、その先のね、あの上位進出だったり優勝に向けて頑張っていければいいかなと思ってます。感謝の瞬間迎えましょう。残り6試合全力でお願いします。とりあえずね、直近の今週のセレッソ大阪戦絶対勝ちましょう。頑張れジュビロ、絶対残留。